広賀公民館からものづくり体験教室 FM ラジオ工作教室のお知らせです。広賀公民館では夏休みにものづくり体験教室ゴム動力模型飛行機作りを開催し、たくさんの小学生が参加されました。ものづくり体験教室の第2弾として FM ラジオ工作教室を開催します。現在参加者を募集しています。日時は2月19日日曜日午後1時から。会場は広賀公民館エンテラスです。講師は JRC 日本無線株式会社の皆さんと原新田在住の信州大学工学部で航空機のシステム研究をしている篠崎敦史さんです。自分で FM ラジオを作ってみませんか。エナメル線を巻いてラジオを作ります。完成したら実際に聞いてみます。作ったラジオはそのままお持ち帰りいただけます。講師のスタッフがサポートしますので、工作に自信のない方も大丈夫ですよ。対象は小学校4年生以上の方、中学生も歓迎します。もし兄弟で参加される方は4年生以下の方も参加できます。工作はハンダゴテを使いますので、汚れてもいい服装でお越しください。参加費は無料です。ものづくり体験教室 FM ラジオ工作教室は現在参加者募集中です。お申し込みは広賀公民館、電話が0263-52-0157、または広賀公民館へ、メールをいただければと思います。小学生、高学年の皆さん、中学生の皆さん、お申し込みをお待ちしております。